分子生物学と発生生物学、遺伝学といったことを学んでおりました。現在の業務はまだ学生時代のものとは少し異なるんですけど、扱う細胞の種類とか組織の種類も変わっていきました。なんですが、研究へのアプローチですとか実験に使う主義みたいなところは大学まで学んできたことをベーシックに知識を生かしていると感じております。食物アレルギーに関する研究に携わっております。具体的には遺伝子組み換え食品などに含まれる食物アレルゲンの評価方法ですとか、あとはその検査をするための方法の確率と対して関わっております。例えば食物アレルギーの抗原刺激を与えて代謝物、あと遺伝子とかタンパク質の発現の変化っていうものに着目して評価をしていると。動物実験の採血、組織の摘出、細胞培養の主義もありますが、あとはそのイライザー、ウェスタンブロッティングも扱っております。実験のプロになることですよね。安心して実験の仕事をお任せいただけるようになることが大きな目標です。そのために自分の主義の向上というのを目指していくために、自身の勉強については日々欠かせないものだと思っております。蛍光免疫染色ですね、細胞の状態ですとか組織の様子の変化っていうものを、実際目で見ることができる。こだわり力発揮してやった時っていうのはやりがいを感じます。改善できることはないか、もっと綺麗なデータを出すためにどうするか、今より良くするためにどうするかっていうところを、細かいところまでこだわっていくっていうところを、あとは再現性というところが重要かなと思っていまして、プロトコルっていうのはいかに分かりやすくて単純なものかっていうものを工夫するように考えたりすることがとても楽しいです。細胞を均一に巻くためには分虫するときに速度を揃えていかないと、等しい細胞数を巻かれていかない、ヒッティング回数などを制御したりして、あとはその実験が何のためにやるのかしっかり把握していくことで、このために必要な道具の選択みたいなところは結構大事かなと思ってます。論文読むの、そうですね、好きですね。論文を眺めるように日頃からしてたら、なんか割と読むのが好きになって、この論文は何の実験をしていて何のデータを出そうとしてるみたいなところの大枠を掴んで読んでいくと早く読めるので、学べることが一つでもあると、なんかそれだけでも励みになるかな。一つは実験スキルみたいを向上させていく、研究過程における実証みたいなのができればいいかなっていうふうに思ったりしています。2点目は、社内にもっとたくさんの専門職のメンバーがいるので、交流を深めながら専門職という働き方のキャリア形成の支援みたいなのができたらいいなっていうふうに思ったり、あとは会社の中の新しい取り組みでも結構興味があるので、新しいだけではなくて、その今会社として抱えている課題を何か解決できるようなユニークなアイデアみたいなものを出していくってことが大きな目標です。まずは実験が好きだっていう僕らのパーソナリティの部分を受け止めてもらっている、マネジメントの方とか営業さんも含めて十分に認めて理解をしてくれてるってところはすごい好きなところですし、あとはそれだけじゃない活躍できるフィールドの大きさっていうのはやっぱり圧倒的にバラエティがあって、そこはすごい好きなところで、自分がこういうことやってみたいなと思ったら挑戦できる、アシストしてくれるサービスだったりとか何でもあったりするので、フル活用できる環境っていうのがすごい好きだなって思っております。